メイクしていきます。カラコンは最近はマジェットの新色のミスティークブラウンの 14.5mm を入れております。ファンデーション塗ります。最近のファンデーションはこちら VDL のカバーステインパーフェクティングファンデーション M1 と資生堂のファンデーション130番、これを半々で塗り塗りします。あ、ちなみにクレドポーの下地だけ塗っちゃいました。ボワールコレクチュール、これ全部さ、私のベスコスで入れてた下地ですね。最近はこのセットです。塗っていく。今日はなんと友達と温泉旅行に行ってきます。あのね、1ヶ月以上前から計画してて、本当はね韓国旅行に行くつもりだったんですよ。韓国行きたいねってずっと言ってて、でも韓国が今も寒すぎるという情報を聞きまして、カヘミとかが先月に行ってたんだけど、もう寒すぎて外歩けないよみたいな、もう本当に耳とかが凍っちゃう、もうちょっと外出ただけでもう寒すぎて早く帰りたいみたいな、もう早く部屋入りたいみたいな。カヘミって結構暑がりなんだけど、もう男性でそれってことは、私ね結構ね暑がりなんですけど、一緒に行く友達は多分寒がりなので、これ今行ってもあんま楽しめないかなと思って、急遽日本国内の温泉に行って癒されるという選択をしました。いい選択ですね。唇まで白くなっちゃった。で、本当は、まあ、お昼くらいには出たいねみたいな、まあ、温泉だからさ、ゆっくりまったりではあるんだけど、私は11時ぐらいに起きて、まあ、11時ぐらいに起きて連絡取り合おうって、まあ、そういう緩い友達なんですけど、いつも一緒にいる、動画にもよく出てるね。まさかの友達が起きておらず、なんかね、私よりね起きてない人って結構珍しいんだよ。コンシーラー塗っていきます。ザ・セムの 0.5 で、ちょっとこのままだと多分この人起きないなと思ったんで、さすがに12時半ぐらいに電話しました。当初1時に出れたらいいねって言ってたんだけど、12時半になってもさ起きる気配なかったから、私も別にあの結構、まあ、何時でもいいんだけど、一応女の子ってさ、こうやって用意したりとかさ、時間かかるじゃん、メイクしたりとか、そろそろ起こした方がいいのではないかということで12時半にコールをしましたね。なんか私ってさ MBTI が ISFP なんだけど、電話とか苦手らしくて、まあ、本当に苦手なのね。気を許してる人とかだったらできるんだけど、なんかあんまり基本電話しないの。友達とかもそうだし、あとなんか施設に電話する時とかも、もしネット予約できるんだったらネット予約にするの。言葉で話すのって結構緊張するっていう、気合い入れなきゃいけないっていう、わかる？同じ MBTI の人だったらわかんのかな。言葉で言い表せれないんだけど、電話が苦手というか、電話じゃなくて済むなら電話じゃない方がいいって感じ。まあそんな私が電話かけるっていうのは相当仲いいっていうのと、さすがに私よりこんな遅く起きる人って結構珍しいから、私がいつも電話かかってくる側なのね、基本友達とかカヘミとかとさあれする時とかも。なのでかけて、それで、あ、ごめん、あ、寝てたとか言って、二度寝してたって言ってました。全然私はそういう緩い友達がむしろいいんだけど、早起きで朝から旅行とかなっちゃうとさ、せっかくこう癒されるのにさ寝不足になっちゃうじゃん朝。まあそういう遊び方は若い時してましたね。最近ちょっとなんか休みは休みたいみたいな、まったりと温泉入ってゆっくり過ごしたいみたいな、ディズニー行っても雰囲気を楽しみたいみたいな。アトラクション昔はさバチバチに乗って何個乗れるかが勝負みたいな感じだったじゃん、若い時って。しかも地方から行ってたから、愛知県からさ、私はもう楽しみきらないともったいないみたいな。大人になったなって思いますね、そういうところ。大人？おばさん？おばさんになったのかな。はい、ということでベースができたので、顎にシェーディングを入れとく。セザンヌのシェーディングスティックですね、これ。顎に、なんか年始にレーザーの V ビームっていうレーザーをしたんだけど、普通に顔にね、私さ合わないレーザー治療すると肌がめちゃくちゃ荒れるんだけど、それでもうほんと 2,3 週間ぐらいもうブツブツでやばくて、やっと収まってきました。でもまだ跡があるんだけど、本当にさ美容って大変だよね。デコルテの
101番。ちなみにでもこれ今日明日で旅行して1泊2日で、しあさってから台湾で仕事なんですよ。遠征続きです。帰ってきたらすぐまたパッキングしなきゃ。しかも結構長くて、台湾が4泊か5泊なんですよ。長いからちゃんとパッキングしないと忘れ物地獄になる。あーやだなー、パッキング見て、かわいいコギミュン、コギミュンのピン、ファンの方にいただきました。最近ね、ずっとこのカラコンなんですけど、ミスティークブラウンの 14.5、 これめちゃくちゃいいですよ。どんなメイクでも漏れるし合う。そんでもって 14.5 はもう私の中ではもうマストなのね。で 14.2mm もあるんですよ、同じカラーの。だからマジェット 14.5 でちょっとデカめでつけれないよっていう方のために 14.2mm も用意いたしました。私は 14.2 はつけないけどね、あんまり。まあ撮影とかでちょっとちっちゃめがいいなっていう時は 14.2 つけます。もっともっと年を重ねてね、もうちょっとカラコン小さいのがいいなって思い始めたら 14.2 つけるかも。まだ盛りたいの。30歳はまだ盛ります。 14.5 で盛っていきたいと思います。アイシャドウ塗っていきます。これなんか結構前にギフトしてもらって、ハートパーセントのアイシャドウ05番ですね。これめっちゃなんか色が可愛かったので、まだ1回も使ってないんだけど今から使います。ここら辺の色をつけますね。発色がとても良いですね。オレンジっぽい。最近やっと年始初の美容院にも行けて、髪の毛を染めたのと眉毛も染めたのと、あと切っていい感じにカットしてもらったの。めちゃくちゃさっぱり。てかもうプリンになっちゃってたからさ、1ヶ月以上ネイルも開いたんですよ。ネイルも変えたんだけど、真っ白。冬は白が気分でございます。夏になるとなんか明るい色とかピンクとかイエローとかブルーとかしたくなるけどさ、冬はなんか白のネイルが服にも合わせやすいんですよ。でも夏の白も可愛いよね。しかもスクエアからこのラウンド、なんていうの、先細丸にしました。こんな感じで囲って、あとこのデイジークの05番、これも05番、サンセットミューリー、これはもう家出が絶対漏れるアイシャドウ、ずっと使ってる。なんだかんだこれのちょっと薄めのここら辺のカラーをアイホールにこうグラデーション作っていきます。これ可愛いんですよね。こんな感じでちょっとコーラルオレンジ、コーラルピンクオレンジのグラデができました。可愛いね、このアイシャドウ。ニキビパッチを貼ってあります。まだなんかニキビできるんだよな。もう年始はやばかったですよ。仕事がなかったからまだ良かったけど、もう本当に肌荒れ大爆発、皮膚科も行ったし。クシーンで買ったなんかすごい細いアイラインのところにとっても便利なアイシャドウ、これいいよ。こんな感じ、眉毛描くやつみたいな。これで濃いめの色をアイラインのところに引きます。よし。結局私の方が用意遅かったりしてね、こんなのんきにさ YouTube とか撮ってさ。熱海に行くんですけど、熱海は新幹線で行けるからめちゃくちゃいいですよ、便利。これこかわいい、この色、この色ちょっとわかる、かわいいですね。でここのなんか白のキラキラを目頭にキラッと、かわいいねこれ、このアイシャドウパレット喉がカスカス。このパレット可愛いよ、めっちゃ。ハートパーセントって私ずっとリップペンシル使ってたんですけど、結構全部可愛いんですよ、チークとか。アイシャドウも可愛い、声カスカス。涙袋作りますね。最近はセザンヌのこのなじみベージュ、描くアイゾーンコンシーラー、これねすごいいいですよ。自然に涙袋がぷっくりとします。ボンジョンヨ03番、上からちょっと薄めに。これもね、あの力を入れすぎずこうスッスッスッってね、感じ。あんま入れすぎるとほんとギャルみたいになっちゃうからナチュラルにね。でピアーの13番を涙袋の涙袋の影に入れます。フェニックスだっけこれ、フェニックス。もうね、まつげパーマ行かないと。台湾行く前に行きたいな。あの年末年始ってさ、美容のさ始めがさちょっと
分かんなくなっちゃうよね。ルーティン化してたのがさ、毎月、まあ、私の毎月のルーティンはまつげサロン、美容院、ネイル、これは絶対マストで、三上優としているためには絶対にしなきゃいけないこと、もう義務なんですけど、やっぱネイルボロボロでもかっこ悪いし、まつげがギューンって上がってないと盛れないし、あと美容院はまあまあ髪の毛は綺麗じゃないと、女の子は髪が命だから、この年末年始ってなんかだれるよね、一回美容が太るし。でも最近ちょっと焼き芋生活してて、毎日お腹空いたら焼き芋を食べるんですよ。食べ過ぎも良くないんだけど、間食とかもできるだけ焼き芋とか、いつもだったらお菓子食べちゃうところを焼き芋にしたり、夜お腹ちょっと空いたな、でもご飯食べたら太りそうだなって思った時に焼き芋を食べるの。そしたらなんか痩せてきましたね。普通にダイエットしてるっていうのもあるんだけど、焼き芋美味しいしお腹にたまるし、いいですよ、おすすめです。なんで年末年始ってさこんな太るんだろうね、とか冬ってさなんでこんな太るんだろうね。今日も温泉行って美味しいもん食べて太っちゃおうかな。熱海ってなんか食べ歩きとか楽しそう。去年の同じぐらいの時期もママと行ったんですよね。でもその時はそんなにこう観光はしてなくって、お参りとか行ったかな。車があったから、その時は2人とも車運転できないので、友達と私がね、友達はなんか免許は持ってるらしいんだけど、東京来て運転したことないみたいな、ペーパードライバーらしい。私はもう免許自体持てないからさ、気持ちもわからないんだけど、その怖いみたいな、東京は怖いって言うんですよ、あの運転するのが。やだ、なんか落ちた。まつげが綺麗に上がりましたね。その気持ちがわからないんだけど、東京はみんな運転するの緊張するって言うよね。もう人多いからかな。アンドビーのアンダーアイライナーピンクパール、これかわいいです。これもベスコス入れて、これ結構みんな真似してくれてた。これ良くない？下にちょっと入れるだけでメイクが締まって見えるし、顔も縮んで見える、とってもいいです。で、エスポアのマスカラを下まつげに塗ります。てかさ、昨日メイクさんと話してたんだけどさ、そのメイクさんが結構若いあのティーンの女の子たちをメイクしてる方だったから、最近の若い女の子たちってさ、ティーンっていう時点でなんか私おばさん感じてる10代とかのさ女の子たちってさ、まつげ作るのうますぎないですかって言って、マジで特集みたいなのよくやるらしいの、メイクさんもまつげ特集みたいな。ピンセットでマジでまつげだけで10分ぐらいかけるらしいよ、今の若者たちは。私さ、まつげに割とこだわりある方だと思ってたんだけど、10分はかけてないし、とかそんな多分かけたら他の部分も時間割とかかってんのにさ、もうやばいことになっちゃう。しかも若い子はアイシャドウ塗らないらしいです、そのメイクさん曰く。最近のお若い世代の方たちはアイシャドウをあんま塗らずにまつげで盛るみたいな。いや、この年になるとさ、アイシャドウないとさきついよ。アイシャドウないとやっぱ年々さ、この華やかさっていうのをさ演出していかなきゃいけないわけじゃん。やっぱツヤっぽさみたいなのって必要ですよね。若いって無敵。自分もさ20歳の時とかさあったんだと思う。でもその時確かにアイシャドウにこだわりなかったもんね。何でもいいと思ってた。とりあえず塗ってた、適当にピピピ。今日はこちらを使います。ケイトデザイニングアイブロウの、EX8 番、ちょっとピンク系ですね。眉毛も、眉毛サロン行かなきゃ。だからさ、こう世代でさ変わっていくよね、メイクも。私が若い時っていうのもすんごいなんか年取ったみたいで嫌だけど私がなんか10代とかの時はマジチークがめっちゃ濃かった、ポンポンみたいな。今も濃いからさあんま変わってないね。チークは一生好き、そう思うと。チーク命です、三上は。チークとまつげ、あ、本当に命の存在で、チークを塗っていきます。今日ハートパーセントにしようかな。ハートパーセントの02番コットンピーチ、これをベースに。最近思ったんだけどね、チークは本当に韓国のものが私は好きです。日本の製品よりもなんかね、こうふわっと桃みたいな、赤ちゃんみたいなチークが作れるんです。薄いのが多いのかな。結構日本のチークって結構濃いめだから、結構ポンポンってお手もやんみたいになっちゃうんだけど、韓国のチークって重ねて重ねて綺麗についていく感じがとっても好き。黄
昨日そのメイクさんに学んだ10代の子のチークは本当に今ここに入れるの流行ってるって言ってた。バブみが増すみたいな、この目の下どうしよう、全然合ってなかった。でも私の YouTube 多分あんま若い子見てないからさ、その若い子っていうのは10代とかね、見てる人10代の子を見てくれてるかな、多分20代が多いんじゃないかなと思ってるんですけど、私と同じ世代とちょっと下とちょっと上とか、私のファンの女の子の層って何歳が多いんだろう、教えてください。10代の子もさ、あのイベント来てくれたりするんだよ、結構18歳とか16歳とか中学生の子とかも来てくれます。今最後にこのシメルニコちゃんのやつ、これをちょっと狭い範囲に、これは結構ね発色が良いのであんまり塗りすぎないように注意した。鼻周りもちょっと、これバブみをまさしてね。こちらのセルブプリズムショットマルチハイライトパレット01番、これはここを使います。こうツヤツヤになる、ピンクの部分をこのチークのところに重ねても可愛いです。で、鼻先、私のねポイントはね、ちょっと下らへんに、ここだと鼻が高すぎるから、ちょっとこの下らへんに入れる。ポイントです、このねピアの14番のちょっとさっきのやつより濃い方を、入れてですね、シェーディングしていきます。旅行の時ってさ、メイク道具どれ持っていくか選抜しない、いっぱい持ってきたくないじゃん、重いから。トゥークールフォースクールモダン、全体的にも塗ってきます。アイライン引きます。これはね D アップのクリームペンシル、コンシーラー、ピーチブラウン、できた。最近ハマってるのがこのピンクのハイライトを鼻先にピンク入れると、これまたちょっとバブみが増します。リップはナーズの777の、あとこちらのジルの03番、プランパーなのかな、いい匂いします。できた。眉マスカラしとこう。眉マスカラ、これエロマンドのダスキーローズ05番です。やっていきます。髪の毛あるところも取っておきます。最近ちょっと髪型変わったから地毛です。今だからもうずっと地毛なんだけど、1ヶ月前ぐらいから切って重めにしました。ここにね結構レイヤーが入ってたので、今もちょっと入ってるんだけど、もっとねこう入ってたの、それを全体的に重めのカットにしてもらいました。昔から重めが好きです。まあレイヤー流行ってるけど重めが好き。 38mm のアイロン使っていきます。外巻きにしていきます。リファの 38mm のアイロンをこの間買ったんだけど、まだ持って帰ってきてなくて、美容院で買ったんだけど、リファは色落ちしないからいいって言ってました。この長さって自分で扱いやすいから好きです。エクつけるとさ、もう巻くのがめんどくさいんだよね。メイクさんに毎日ねやってもらったらすごくいいんですけど、そうもいきませんので、でこう巻け、外巻き、内巻き。髪がまだ若干濡れてるかな。外巻きします。
じ。あとちょっと待つだけで結構ボリュームが出て華やかになるので、この長さはとっても扱いやすいと思う。こんな感じです。ほぼ外巻きですね。顔周りは外、こんな感じで前髪も。で今ここに姫カットしたんですよ。でも今日は姫カットも全部外巻きに入れちゃいます。結構姫カットね、扱いやすいですよ。外巻きにしたらあんまりこう主張されないし、出したい時はこう出して内巻きにしたらいいと思います。こんな感じで超簡単なボリューム巻き。やっぱ 38mm を使うと大きく巻けるので、髪に全体的にボリュームが出て一気に華やかになると思います。できた。このジェミールフランのメルティバターバーム、やっぱりツヤは必要なので、こんな感じで全体的に馴染ませます。で前髪にもちょっとだけパサッとしないようにね、束っぽく。でこの、カラーモーションルミナススプレー、これツヤ出しなんですけど、全体的に振ったら完了。こんな感じです。簡単ヘア。じゃあ着替えます。できました。今はこれミストレスの新作のお花がいっぱいついたカーディガンです。かわいい。グレーとブルーでかわいいですよね。カーデなので春までたくさん着れます。そして髪の毛もできていい感じになりました。リップはね、最後これ塗ったデイジークジューシージューティント18番シュガーバーム。なんか新作なのかな、これファンの方にいただいたんです。かわいい。はい、ということで熱海旅行行ってきたいと思います。余裕があったら YouTube も回しますね。まあでもほぼ完全プライベートなので撮れ高があるかは分かんないですけども、一応カメラ持っていきたいと思います。あ、下はね、デニムです。だということで行ってきます。バイバーイ。